こんにちは、はーいえー、現在、えー、3月14日で大阪で泊まりですでそのまあこういう時にもちょっと撮ってみようかなということで撮ってみるんですがいつもよりは声を抑えておりますのでご了承くださいはい これをね、大阪の帰りの新幹線で編集しようと思ってるので、もうここで撮っちゃわないとということでやっております。さあ、J1 の第5節ですね、の予想をしていきたいと思います。前節当たりましたから、今節もいきますよ。さあ、早速やっていきましょう。えー、ホーム、名古屋グランパス VS アウェイ FC 東京こちらはですねまあ前節両チームとも3点取ってるという攻撃陣好調のチーム同士でございますでえー、まあこの試合はねやっぱキーとなるのはまあお互い攻撃陣なんですがどれだけ失点をせずに我慢できるかだと思うので はい、意外とその競った試合に点の取り合いというより競った試合になるんじゃないかなという予想でございますでも名古屋の攻撃陣が一気に吹っ切れる可能性もあるということなんですねまあえー、ではえー 2対0で名古屋の勝ちにします。はい。名古屋がね、意外と好調でね、はい。この好調さはキープされるんじゃないかなと思っております。続いて、ここの試合が面白そうですね。ホーム、横浜 F ・マリノス VS アウェイ、鹿島アントラーズ。これはどうなることやら。 前節負けてしまったマリノスと引き分けたアントラーズそうなんですよ前節が意外とね上位陣というかまあ強いとされているチームたちがなかなか勝ちきれなかった説が多かったんですけどもどうなりますかねいや意外と僕はこれアントラーズ頑張るんじゃないかなと思っておりますまあもちろん えー、マリノスも前回0ロ2で負けたのかなで負けて、えーまあ、立て直してくるとは思うんですけども、えー、そうですねあのー、決めきれない悪い流れが続かなければいいけどなっていう感じですなので、えー、1対2でアントラーズの勝ち1対2でアントラーズの勝ちにしますはい さあ続いて、えー、ホーム横浜 FCVS アウェイ京都3がここはどうですか、まあ、京都が連勝中ということででも横浜 FC がね、まだ勝ててなくてやっぱ苦しんでるんですけどどうにかね巻き返してほしい気持ちあるんですよで、ホームでしょう、ここ、今回うーん、どうだろうな。 が多いんですよねやっぱ逆に京都は好調なので、えー、でも頑張ってほしいなこれは終わかりました、えー、あ難しいなうん 1>, 1対3で京都の勝ちにします。1対3で京都の勝ち。はい。続いて、ホームガンバ大阪 VS アウェイス、コンサート札幌。えー、ガンバもね、まだ勝ててないのかな。そうですね。0、まあ、勝。2分け2敗ということで、勝ち点に ガンバがねなんでなんでしょうねなぜかこうなってしまう頑張ってほしいんですけどねでもね前節このマリノスに0 2で2 0で勝った札幌のあの強さが出てくるとなかなか厳しいと思うんですよ前節の札幌は相当良かったので こうなってまあでもホームパナスタでやるというのはありますから2対2のドロー2対2のドローにしますはいさあ続いてホーム浦和レッズ VS アウェイアルビレックス新潟これは面白そうな試合になりそうですね 前節連勝していた神戸に勝った浦和と、えー、フロンターレに勝った新潟そうですねでもやっぱ新潟が強いですよ僕が思うに新潟強いなやっぱりあのサッカー僕は見ててワクワクするから好きなんですけどね でもレッツもあんだけの猛攻をしっかりで、ね、西川選手ね、ねキーパーの西川選手を中心にあのしっかり守ってましたから今、暗かったら許してください、はいえー、そうですね、難しいですねこれはうわ、難しいな。 点の取り合いにしますか点 <laughs> の取り合いにします2対3で新潟の勝ち2対3で新潟の勝ちにしますはいまあホームの裏が強いんでしょうけどでも今の新潟って かなり強いと思いますよ。はい。さあ続いて、ホーム・サガントス・バーサス・アウェイ・ビッセル・コ戸。ウェえー、ビッセルはね、前回、浦、え、和、ー、に負けてしまって連勝が止まりましたけど、でも結局強いですよ。強かったです。チャンスはやっぱよく作ってましたし、前節は本当に浦和がよく。 守りきったなという感じだったんでまあそんなに勢いが衰えることは今のところないんじゃないかなそんなに崩れることはないんじゃないかなとは思います逆にトスはセレッソに競り負けてしまったんですよねうーんまあこれは神戸が強いかなえー そうですね0対2で神戸の勝ち。0対2で神戸の勝ちにします。さあ続いて、はい、バイクブーン。<laughs> はい、続いて、えー、ホーム川崎フロンターレ VS アーウェイセレッソ大阪。 こちら、等々力競技場でもう完全ホームでフロンターレがやるわけですけども、まあ、セレッソもなんだかんだ調子を取り戻してくるのかな。前節初勝利をしまして、うーん、勢い乗りそうですね。逆にフロンターレがかなり苦戦しているといった状況なので、意外と意外とってなっちゃうのかな。今これ、オッズがね、なん、 どんぐらいみたいなの見えてるんですけど、ウィナーを勝ってる人でも、フロンターレが勝つと思ってる人が37%、セレッソが勝つと思ってる人が31%、引き分けだと思ってる人が32%っていう、完全に分かれてるんですよ。本当に、だからこれ、それぐらい多分難しい試合になるんですよ。そこで僕は導き出した答えはこちら。えー 1>, 1, 対 1, のドロー1対1のドローになるんじゃないかなと思っておりますさあここまでが土曜日の試合でして続いて日曜日の2試合に行きたいと思いますホームサンフレッチェ広島 VS アウェイ柏レイソル、えー、こちらはまあそうですねサンフレッチェが強いかな うーんレイソルがまあ意外と失点多いのとサンフレッチは失点はそんなにしてないですかね。うんまあ、1試合1点ぐらいしちゃってるぐらいで、まあ、レイソルがちょっと失点多いかなという感じなので守備が改善できないとっていう感じですよね。 まあ、広島だろうな、これは。えー、3対1で広島の勝ち。3対1で広島の勝ち。にさせていただきます。さあ、ラストです。ホーム、アビスパ、福岡バーサス、アウェイ、湘南ベルマーレ。こちら、校長の2チームですね。福岡が校長ですね。うん。 まあ前節は0対0で鹿島に引き分けてまして今のところ勝ち点なの7位でって言いますけども失点が少ないですね福岡は本当に体を投げ出して守りますからなかなか失点しないですよねで湘南がですねあの大橋選手がいなくなってからちょっと攻撃が振るわないのかなという。 感じですね町野選手とタリック選手は今2トップですけど大橋選手の時はです、ね、より良かったタリ,タリック選手はめちゃくちゃいいんですけどなんか勢いありましたよねあの時ね本当に開幕2 0 0 0ぐらいはすごく勢いあったんですけどねその勢いが戻ってくればかなり攻撃陣が乗って得点も増えていくんでしょうけどね ただ福岡がすごく失点が少ないので、これは結構競った試合になるんじゃないかなということで、1対0で福岡の勝ち。はい。1対0で福岡の勝ちにしたいと思います。さあ、ということで、全9試合、第5節予想してまいりましたけど、やっぱここら辺でね、やっぱもう惑わされるんですよ。だから前節結構上位陣がね、 あの負けたコ神戸が負けたりとかいつも強いはずのフロンターレなりマリノスが負けたりとかするでしょうここが J リーグの難しいとこなんですよだから面白いしウィナーが外れる外れるその中でよく当てた <laughs> っていう感じなんでちょっと惑わされてますけどまあなんとか1試合贅沢言えば2試合当たってほしいなという感じですはい とということで今日はちょっと声のボリュームを下げてお送りしました大阪のホテルからでしたでは結果をお楽しみに